猿目。霊長目、霊長目、プライメイツは、ホニューズナに含まれる目。霊長類あるいは猿目とも呼ばれる。キツネザル類、オナガザル類、類人ザル、人などによって構成され、約220種が現生する。生物学的には、人は猿目の一員であり、霊長類、イコールサル類の一種に他ならないが、一般的には、 サルメから人を除いた総称をサルとする。以下の記述は人を除いたサルメの種に関するものである。熱帯系の動物であり、その分布は熱帯域に集中する。東アジアには温帯域まで分布する種があり、特に日本ザルは最も高緯度に分布するサルとして有名である。極微アモお及びメガネザル類はアジアアフリカの熱帯域、コウビサル類は 中南米の熱帯、類ザルを含む、京尾ル類は、アジアアフリカの熱帯域から温帯域の一部にかけて、分布している。ヨーロッパにはほとんど生息せず、ジブラルタル海峡越しにバーバリーマカク一種が、生息するのみである。また、北アメリカ大陸北部、アングロアメリカ相当地域にも分布しない。体重100グラム以下の小ビトガラゴガリゴイズデミリバイから、 200kg を越すゴリラまで多様な種が属している。サルメは哺乳類としては比較的基本的な体制を維持している。爪や葉などには大きな特殊化は起こっていない。その中でサル類を特徴づけるのは以下のような点である。これらの特徴は樹上生活において正確に枝から枝に飛び移るために不可欠な能力である。多くの樹上性の哺乳類では 鍵爪を引っ掛けて、木登りをするが、猿類の平爪はこれを諦め、代わりに指で捕まるか引っかかるかする方向を選んだものである。また、それが指先の器用さにもつながっている。また、そして個体感で表情や声によって互いに情報交換をするものが多い。一微サル類は、キツネね猿類に中高性が多いのを除けば、 夜行性がほとんどだが、ジキビサル類は、メガネザル類と、コ尾ビルに属するヨザル類を除いてほぼすべてが、中高性である。生活環境は、樹上生活から、地上生活まで幅広い。食性も昆虫食、果実食、草食など、多岐にわたる。ただし、全体としてみれば、樹上性のものが多い。地上性のものはそこから派生したと考えられる。 霊長という言葉において、霊は魂や幽霊という漢字そのものの意味より、優れたもの、不思議な力を持っているという意味が強い。つまり、これは人や人を含む猿の仲間を動物の進化の最終形態とする認識から付けられた名前である。英語名のプライメートも大主教や最高位を意味する単語であり、やはり同様の観点から付けられた名前である。 以前は主に脳が小型で嗅覚が発達し、鼻面の長いキツネザル類、ドリス類、メガネザル類を減塩アモク、プロシミー、それ以外の主に脳が大型で四角が発達し、鼻面の短い分類群を新ザルアモク、アンサラポイデアしてまとめていた。研究の進展により、メガネザルが、いわゆる減塩類の他のグループよりも、新ザル類により近いことが判明した。このことから、現在では、 キツネザル類、ドリス類をまとめて、極ビサル、極ビサルアモク、極ハナ類、極ビアモク、メガネザル類を含む、その他の霊長類を、直ビサル類、直ビサルアモク、直ナ類、直ビアモクと呼び、正式な分類体系では、原塩類という名称は用いなくなっている。以下の分類は、日本モンキーセンター霊長類和妙、変散ワーキンググループ、和妙は主に、 日本哺乳類学会分類群名、標本検討委員会に従う。霊長類の最古の化石は、白秋末期の北アメリカ西部から発見されており、プレシアダピス類、ニセ霊長類と呼ばれる。このように、霊長類の進化は、約6、500万年前、白秋末期頃に始まったと考えられている。新生代に入り赤新生になると、 アダピス類とオモミス類が反映した。いずれも、まだ原始的な種類で、アダピス類は、後の極微サル類に、オモミス類が、直微サル類に進化したと考えられる。直微ア目と極微ア目の分岐と、同時期の6、300万年前に、直微ア目は、L、グロノラクトンオキシダーゼ、ビタミン C 合成酵素の酵素活性を失っている。アダピス類とオモミス類は、 ヨーロッパと北、アメリカに分布したが、何らかの環境要因によって、北アメリカの霊長類は絶滅し、以降、ユーラシアとそれに近接していたアフリカという旧世界の大陸部隊に霊長類の進化は進んだ。極微ア目の一部は海によって他の大陸から隔絶されていたマダガスカル島にアフリカから進出し、おそらくは流木島に捕まっての漂着。 キツネサル類に進化していった。その後、ジキビアモクが中心世にはアジアアフリカに住むキョウ尾サル類と南アメリカのコウビサル類とに分かれる。常実のように北アメリカのサル類は絶滅したので南米のコウビサル類の祖先はアフリカから渡ってきたとの説が有力である。当時、アフリカ大陸と南米大陸はすでに分裂していたが、 両大陸間の大西洋は現在と比較すれば狭く、距離は近かった。そのため小型のサル類ならば、流木等を使って漂着できた可能性がある。コ尾サル類の祖先や、天竺ネズミ浄化の祖先が、アフリカでできた内島に乗って、大西洋を流されて、南米大陸到着したという説も紹介されている。新サルし目の京尾サル類、旧世界ザルとコ尾サル類、 新世界ザルトが分岐したのは3000から4000前と言われている。脊椎動物の色覚は網膜の中にどのタイプの衰退細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類には4タイプの衰退細胞、4色型色覚を持つものが多い。よって、これらの生物は超波長域から短波長域である。 近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプ、2色型式規格しか持たない。爬虫類の祖先から枝分かれした哺乳類の祖先は当初は4タイプすべての水体細胞を持っていたと思われるが、2億2500万年前には、最初の真の哺乳類といわれるアデロバシレウスが出現した。これら初期の哺乳類は、 恐竜などの爬虫類との競争を避けたことで、主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に感知する L 水体の2水体のみを保有するに至った。これは、赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤緑色網の状態である。この色覚が、 哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。人を含む旧世界の霊長類、キョウビサル類の祖先は、約3000万年前、X 染色体に L 水体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの水体、M 水体主物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つ、メスのみが三色型式規核を有するようになり、 さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異を起こして、同一の X 染色体上に2タイプの水体物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも三色型式核を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。三色型式核は、 ビタミン C を豊富に含む色鮮やかな果実等の発見に有利だったと考えられる。時代を下って人の色覚の研究成果により、人が属する競サル類のマカク類に色毛が人よりも非常に少ないことを考慮すると、人の祖先が狩猟生活をするようになり三色型色覚の優位性が低なり、二色型色覚の淘汰圧が下がったと考えられる。 色毛の出現頻度は、強ビサル類のカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である。胸ビサル類でもヨザルは一色型色覚であり、ホエザルは強ビサル類と同様に三色型色覚を再獲得しているとされている。他方、ホエザルは一様な三色型色覚ではなく、高度な色覚多型であるとの指摘もある。これらのヨザル、ホエザルを除き、 残りの新世界ザルコウビカメはヘテロ接合体の X 染色体を二本、持つメスのみが三色型式核を有し、オスはすべて色毛である。これは、競ビシタメのような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は、蒸気のような初期の哺乳類と、霊長目競ビシタメの祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、 エルス体のみを保持した X 染色体に関連する赤緑色毛が反性劣性遺伝をする。男性では X 染色体の赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいると色盲が発現し、女性では2本の X 染色体とも赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいる場合に赤緑色毛が発現する。なお、日本人では男性の4.50% 女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる詳細は色覚異常参照のこと。京美サル類とコウ猿サル類の分岐からさらに時代を下って人浄化とオナガザル浄化が分岐したのは2、800万年から2、400万年前頃であると 推定されている。この際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として、部分的にビタミン C の代用となるためである。しかし、人を含む人浄化では、尿酸オキシダーゼ活性の消失により、乱用性物質である尿酸をより無害なアラントイに分解できなくなっているため尿酸が、 体内で積出する痛風に罹患することある。その後の人類への進化については、人類の進化を参照のこと。第二次世界大戦後、今西金次らが宮崎県の高島及び高崎山で野生日本猿群の餌付けに成功して以来、日本の霊長類研究は飛躍的な発展を遂げた。今西らの日本ルの文化的行動についての研究は世界中から注目され、 その後の霊長類研究の方向性に重大な指針を与えた。その後も、日本猿にとどまらず、伊谷淳一郎など多くの日本人が、ゴリラ、チンパンジー、ボノボなどの類人猿をはじめ、東南アジアからインドにかけてのオナガ猿、南米における新世界猿など、ほとんどすべての猿を網羅したフィールドワークを行い、先導的な研究を続けている。日本のル学は、 生態学的研究だけでなく、生理学、遺伝学、形態学、運動学など多岐にわたり、主に京都大学や大阪大学において今日も活発な研究がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。